リチャード2世、第1部、またはトマス・オブウッドストックは、リチャード2世の統治期に起こったトマス・オブウッドストックの事件を描いた、作者不詳で題名のないエリザベス長演劇の不完全な原稿に付けられた名称。作者をウィリアム・シェイクスピアとする研究者もいて、シェイクスピア外典に含まれることが多い。また、シェイクスピアのリチャード2世2に影響があると言われることもある。 現存するテキストは、大英博物館に所蔵され、MS ・エジャートン1994として、カタログ化された。ジェームズ・ハリウェル・フィリップスによって発見されたコレクションに、含まれる15の戯曲の一本である。このコレクションは17世紀のキングス・レベルズ・メンの、俳優で、後に、書籍賞、イングランド内戦記の戯曲の収集家になった、ウィリアム・カートライトが編纂したもので、 やはり一部の研究者が、シェイクスピア作だとする、エドマンド豪遊王も含まれている。シェイクスピアの存命中に上演されたという、はっきりした記録はないが、エジャートン写本の使い古された状態、特定の俳優の名前への言及、宿典局長の検閲と思われる余白への書き込みなどから、ジャコビアン時代には盛んに上演されたものと推測される。しかし、 どの劇団が所有あるいは上演していたかは不明である。これまでに出版されたものは以下の通りである。この劇がリチャード2世のテーマと密接であることから作者をシェイクスピアとする説があったが、それを支持する演劇史編者はわずかしかいない。マローン協会の編者に至ってはシェイクスピア説に言及さえしていない。AP ロシターも 作者がシェイクスピアである可能性は、わずかと言えどないとし、因文の単調さを指摘する一方で、作者がこの劇を簡素化した、シェイクスピアのようなものに意図したことは認めている。シェイクスピア説以外の説もある。2001年、マクドナルド・ P ・ジャクソンは文体を分析して、サミュエル・ローリー説を提起した。ジョン・フレッチャーとトマス・ヘイウッドだとする説もある。 ピーター・コービンとダグラス・セッジは、トマス・オブウッド・ストックは、相当幅広く力量のある作者が書いたと主張する。あくまで推測としてシェイクスピア、トモタの作者とも考えられるとしながらも、次のように指摘した。シェイクスピアは、トマス・オブウッド・ストックに近い演劇的スタイルを持った1590年代の劇作家であるだろう。この劇のシェイクスピア的特徴には、以下のようなものがある。 年代記の素材の洗練された処理の仕方。仮想階級と宮廷のシーンの慎重かつ効果的な平時。劇を通して重要な登場人物であるイングランドという概念。簡潔にして人を引きつける描写の中での確かな演劇技法の処理。感銘を与える女性キャラクターの繊細な描写。コスタード、ドッグベリー。 クイックリープ人を予感させるニンブルの使うマラップロピズム。複雑な方法で観客の同情をリチャードに向かわせ、また、ゴーントを予感させる方法で、ウッドストックを良心的人物として描き切る、その劇作術。2006年、マイケル・イーガンは分析の結果、ローリー説ではなく、シェイクスピア説を取った。その根拠の一つに、多くのフレーズの類似を挙げている。イーガンは、 ヤンド・ビンソンもその説も支持していることを指摘している。しかし、バート・ファン・エスは、タイムズリテラリーサプリメント誌に書いた書評の中で、イーガンが発見したという軸の関連は微妙なものが多いとして、その説に疑問を投げかけた。それに対してイーガンは、最も重要な証拠は、文章の質であると反論した。マローン協会の弊社は、 研究者の多くがこの劇が書かれたのは1591年から1595年の間と位置づけていると記している。一方、ウールとベーカーは1582年頃とする。二人はこの劇は、クリストファー・マーローがケンブリッジ大学在学中に書いたとし、ダイモンやヘンリー五世の勝利もマーローの作だと信じている。コービンセッ置は文学、 演劇の影響から日付を推測することは危険であると言いながらも文学的影響を頼りにわかる範囲で1595年以前のいつかに書かれおそらく上演されたようであるとしている。イーガンは作られたのは1592年から1593年で原稿は1605年だとしている。マクドナルド・ P ・ジャクソンはウッド・ストックの構成及び言語形式 巨字、陰率の特徴、語彙のすべてが17世紀の最初の10年間に書かれたことを示しているとし、リチャード2世との関係は、前編にあたる部分を扱った加編という結論を下した。しかし、他の研究者はその日付と特徴付けを批判している。ありがとうございます。